さあ、じゃあまずはオーリーから説明しますよ。スタンスいきます。こうね、肩幅ぐらいに開いてこんな感じ。ポイントはしゃがみ方、しゃがんで上になるまでこうぶれないようにうまくしゃがんで、で左側に7割6割ぐらい体重かけて、こっち足ね、こっち足で右足3割4割ぐらいで飛んできます。こういう感じ。じゃあ最初はね、引っかかんない感じのこういうね、金網とかストリートによくあるんだけど、これまず飛んでみます。レッツゴー。いいよ。まあこういう金網だったりとか、そういう線をね、またぐオーリーで飛び越える練習だったりとか、このお腹ぐらいのところの台使って、その台に手つきながらオーリーしたりとかして、最初は練習してください。じゃあ実際に飛んでみます。距離感が大切だね。しゃがんで飛んで、で降りるときは膝使ってこう軸がぶれないように、なるべく中心の軸使っていくよ。こんな感じ、ちょっとクイック。スケイボード。